皆さんこんにちは。ただいまより第1回子宝先生の妊活セミナーを始めさせていただきます。はい、今日第1回は、皆さんご自身の卵子がどこからやってきたかというお話をさせていただきます。こちらのスライドを見てください。これ、ね、見えるかな。はい、例えば今日ご自身の排卵日だったとき、排卵する卵子はどこから来るかと言いますと、実は180日前、見えますかね、ここちょっと小さいですが、原始卵胞という細胞が成長を始めます。そして180日かけて今日に至る。実は一つが成長を始めて一つが排卵するわけではなく、例えば20代ですと、用意どんで180日前に1000個が成長を始めて一つだけ排卵をします。30代後半になりますと、用意どんで100個が成長し、999個淘汰されて一つだけが排卵をするというのが、今日の排卵日まで。また言い方を変えますと、今日排卵日だったとき、すでに来月、再来月、その後排卵する卵も今成長を始めているということを知っていてください。180日前にこの原始卵胞が生まれるわけではなくですね、実は次のスライドです。この原始卵胞はどこからやってきたかということ。女性の方、皆さん例外なく、あなたご自身がお母さんのお腹の中にいるときに、すでに最大で700万の原子卵胞を持っております。見えますかね、ここ安定期入る頃ですね。そして生まれた頃にはこう200万まで減ってしまう。で、初潮を迎える思春期の頃には20万から40万まで減り、でその後順番に20代ですと、先ほどの1000個ずつ毎月排卵のためにいなくなっていく。どういうことかと言いますと、今日排卵日だという時、例えば30歳の方、180日前に、原始卵胞の成長が始まります。しかし180日前に卵が生まれたわけではなく、あなたがお母さんのお腹の中にいるときに、すでに将来排卵をする卵のもと原子卵胞を持っていたということになります。分かります？言い方を変えると、例えば男性の方も知っておいてください。皆さんご自身のお母さん、産んでくれたお母さんの年齢を思い出してみてください。例えばお母さんが50歳の時、お母さんがおばあちゃんのお腹の中にいる時、おばあちゃんのお腹の中のお母さんのお腹の中にはご自身の細胞がすでにそこに存在していたということです。つまりあなたが今ここに存在するのは50年以上前、そうですね、50歳のお母さんが生まれるより前から存在してた細胞が今までずっと守られて、今この瞬間に存在することができているということをぜひ知っておいてください。今日は第1回目で、卵子が、今日排卵する卵子がどこから来たか、またご自身の細胞がどこから来たかというお話をさせていただきましたが、皆さんご自身が体を大切にする、自分自身をもっと大切にしなければいけないのは、あなたご自身はご先祖様から守られてきたということをぜひ知った上で、知ることによって今までよりも大切な自分ということの存在のありがたさに気づいていただけるかと思います。はい、以上で本日の第1回妊活セミナーを終わらせていただきます。ありがとうございました。